静岡県の川勝知事は昨日、県庁の新規採用職員に対し行った訓示の中で、特定の職業と県庁職員を比較するような次の発言をしました。県庁はシンクタンク、毎日毎日野菜を売ったり牛の世話をしたり物を作ったりとかと違って基本的に頭脳・知性が高い方たち、それを磨く必要があると他の職業を差別するかのような発言をしていました。午後6時からの会見で川勝知事は職業差別の意図はなく誤解であると釈明しましたが、それでも誤解を与えた人がいるなら申し訳ないと思っている、どうしたらいいのか考えた結果として6月議会終了をもって辞職する意向を示しました。